立派山は、茨城県の多賀山地にある標高658.3メートルの山である。多賀山地中央部の分水海にあり、この山以外に降林山を除くと600メートルを超える山がなく、南方から見ると目立つ山である。角枯カレ山、黒崎山とも言う。立派山山頂は、標高620メートル前後の阿武隈高地の、 小規覆面上に突出する飛行30メートルの残球。山頂の南面に古い大きな崩壊地形があり、山頂の南半分は崩落崖となっていて、崩壊による土石流地形が登山道の谷を埋めている。地質は中世大白亜紀前期の阿武熊河黄岩類町、曽根岩体からなり、岩室は最流の黒雲母河黄岩である。元は 角枯山と呼んだ。紀元前80年頃、エゾの征服に出生していた、黒坂命がこの地で病気になって死んで以来、黒崎山と呼ぶようになった。江戸時代になって、八幡太郎玄吉家の古事にちなんだ岩に、西山高徳川三国が、立はリーと名付けた。この名前からこの山を、縦割山、縦破山と呼ぶようになった、とされている。江戸期まで巨石。 山岳信仰の山であった。山頂に黒坂命を祭人とする黒禅神社がある。坂の上の田村麻呂が、東西の折、社殿を再興し、日吉山三王権源と称し、別途田村寺を置いたと言われ、古くから密教系の山岳信仰の場であった。天保年間に、水戸大九代藩主、徳川成明が仏像を廃棄して、社名を黒禅神社と改称した。 千八十年、欧州遠征途上の八万太郎玄義家が黒前神社に戦勝祈願をした際、夢に現れた神に授けられた立ちを大岩に、振り下ろすと、これが真二つに割れたという。立波山町とその周囲には、この立ち、割石の他にも、不動石他の大きな奇跡や滝があり、立ち、割石、かぐ石、鉱石、船石、体内石、畳石、 エボし石と、不動滝、剣滝、龍馬滝を合わせて、七奇跡三泊と呼ぶ。登山道沿いに見られる、奇跡のうち、不動石は、土石流で運ばれてきた石、エボし石、手堅い石は、崩落崖より転落、破砕した石、畳石は、斜面が、ブロックで滑り落ちてきて、堆積した石。立割り石、鉱石、かぐらい石は、小規覆面上にあり、花崗岩が風化され、 残った球状のコアストーンである。立ちはリは、コアストーンがさらに木の根により節理面に沿って開口し、片方が点灯したもの。鉱石は一部だけ破断しているもの、破断した断片が船石。かぐらいは後、六辺の板状破片に開口しているもの。鉱石立ちはリーシかぐらいの順で、開口の度が進んでいると見ることができる。縦破産山頂には、 黒禅神社本殿の裏に大きな河口岩海が露出し、元々の巨石信仰の岩倉であったと思われる。体内石は、縦破山の残旧北方稜線にある小岩峰の基部が南面の大崩壊の崩落崖に沿って重力移動し、岩峰基部に歪みが集中して、節理割れ目に沿って岩が抜け落ちやい洞窟となったもの。標高450メートル付近に駐車場。 トイレがある。道中に、炭焼き用、立ち割り石他がある。山頂に展望台がある。花園山、神、峰山などと合わせて、花園花抜き県立自然公園と指定されている。登山口までは、常磐自動車道、日立北インターチェンジ茨城県道10号日立、岩木線茨城県道60号、十王里見線。ありがとうございます。